11月16日、現地時間15日、メンフィス・ブリズリーズ参加の G リーグチーム、メンフィス・ハッスルがオクラホマシティ・ブルーと対戦し、河村勇輝が先発として G リーグデビューを飾った。動画、河村がハーフライン付近からアリュークダンクをアシスト。河村は序盤から積極的に3ポイントをショット。早々に1本目を沈めると、 バックカットでディフェンスの背後を取り、レイアップを決めるなど、得点面で存在感を発揮しつつ、オフェンスファウルを誘うディフェンスでもチームに貢献。第2クォーターに入ると得意のパスもさえ渡り、ハーフライン付近から味方のアリウープダンクをアシストするなど、次々と味方の得点を演出する。最終的に前半だけで5得点7アシスト、3リバウンド、1スティールを記録して前半を終えた。なお、 ハッスルは63から67と4点ビハインドでハーフタイムに突入3ポイント好調のマイルズ・ノリスが19得点を挙げるもわずかに相手にリードを許す形となった果たして逆転はなるのか後半も目が離せない